じれったい心逃がしてじれったい。今せとろう思って、とろう思って、これ喋ろう思って、で何かな、もうその何、もう内容忘れて、内容忘れて、店の名前が思い出され、あの駒川商店街ってね、大阪にあるんですよ。あの私があの飲み屋したとこね、駒川商店街、そこにねあるあのお惣菜屋さん、たびたび私動画のネタにさせてもらったんですけど、昔から私が中央市場おる時代からあるお惣菜屋さんって言ったらいいかな、フライモン屋さん言ったらいいかな、その名前が出てけ、はい、嘘です、テントレ出てきた、テントラさんや、パンチパーマの社長。あの私が当時そうやね、30として40何歳、その時の社長40何歳でしたら、今も70何歳かね、はい、そこのここ、これ書いてある、デリカテントラって書いてましたよ、わかりますかね、デリカテントラ、厚焼きだし巻き卵180円、これがね、なんと100円で売っとったんですよ。今日久々にね、その駒川商店が行ってきたんですよ。そんな半値地方で売ることあるの？というか、108円高すぎないですか？え？これ絶対自分のとこで焼いてへんやん、これ。舐めとったらあかんねん。私、業界の人間ですよ。こんな自分のとこで焼いてへんやん。これ自分のとこで焼いとった奇跡やで。怒るで、ほんま。怒るでちょっと言われます、いただきます。これほんま絶対焼いてないわ、自分のとこで。自信あるわ。いただきます。うん。完璧に焼いてない。天ぷら舐めとんな、ほんま。こんなんよ、108円で売ってるわ、ほんま。これがサバの煮付け、これも180円、これも100円やったんですよ。こんなん108円で買う人おんねんな。これ見て、こんなちっこいサバの切り身あります？ほんまに。こんなん、っていうかこれちっこ、ほら、けど、ねえ、そら、もう何年やってるんよ。だから30年以上やってるわけや、テントラ。この、すぐ1年ぐらいで潰れる時代に、30年以上もやったんやからね。まあ、すごい。ある意味すごい。私立ち飲み屋ね、やらせてもらったこの駒川商店街のね、この言うてるこのテントラさんのほんま近所、もうほんま斜め前のとこで やっとったんですけど、従業員の人もよう教育できてるよ。あの朝市とかね、朝市とか顔合わせたらちゃんとご挨拶してくれてね。っていうか数玉、唯一私の周りに残ってるのはこの駒川商店街にある数玉ですね、スーパー玉手なんですね。
寄ってきたんですよ、今日。久しぶり、ほんま久しぶりに寄ってきた。けど、昔と変われ。昔いうか最近の昔と変われ。もう目新しいもんないし、ねえもう普通のねえになってるし、もう買いたいなと思うもんあれへんから、だから買ってきてない。買い物かご、買い物かごいうかあの、スーパーのかご持って入ったけど、結局なんも、あ、なんかこうだな。氷こうてか、氷は安いね。氷は安いが氷こうて帰ってきたけど、帰ってきたら溶けてるっちゅうね。ねえ、昔から氷安かったやん。もう私、ずっと氷自分で作ってましたよ。てか最近、氷作りもちょっと疲れてきたね。疲れてきてね。ほんでそうや。ほんで沢田研二やったんや。氷はやって。けど、視聴者さんが、私昔はずっと吸うための氷でしたよ。あかんであんな氷、あんな氷食べとったらあかんでって言うてくれる人いてるしね。どんな氷やねんみたいな。普通や。テントラ、ほら。レセンダレイ、レセンダレイ。です。あ、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。からの、またこんなおまんね。はい、チンご飯。レセンダレイ。一年前にね、死んだお友達が好きやった。誰？柳ジョージが急にまた湧いてきてね。レセンダレー、私はこの歌とか全く興味ないからね、そんな話したことないんやけど、好きやったやな思ってね、彼はね、柳ジョージがかなり。レセンダレー、だから葬式っていうか、その時にね、その後輩が言うとったもん、なんかお家で柳ジョージの歌かけてくれはってみたいな。レッセンだね。私にはそんなソウルも無せえかったからね。これ銀鮭超うまい。これね、塩かけんの忘れとんですよ。だからこれでいきます。レセンダレー。なんて言うてんかな、あれ。わかれへん。なんて言うてんかな。雨に泣いてる歌詞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 。え？これ英語や、わかれん。Weeping in the rain. Weeping in the rain. Weeping in the rain か。Weeping in the rain. Weeping in the rain. これどういう意味やろうな。Weeping in the rain. 翻訳しよう、翻訳。翻
翻訳しよう。翻訳。We've been the rain.We've been the rain.W-E-E-W-P-P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  じゃ W-E-E ピングか。W-E-E ピングや。W-E-E W-E-E-P うん、あ、泣くや。We We どなんて読む We We can We been We been 泣くや。雨に、あ、雨に泣くや。そういうことか。We We been We been 泣くいう意味らしいですわ。今頃か。We been だね。雨に泣くか。そういうことね。よし。彼はこの世に分かっとったんかな。分かっとるわな。ウィピング？泣くのウィピン。ウィピンだね。ウィピン。ウィピンだ。ウィピン。泣くよ。We've been there. おかしい。お前分かっとるわそれぐらいって言うとるやろね。彼は高校の時オール欠点やからね。銀鮭超うまい。これ銀鮭いただきます。マジうまい銀鮭。めめめていうか今日久々駒川商店街行ってきたんですね。んだよ。居抜きラッシュ。私の私が立ち飲みしとった斜め向かいにあったあのラーメン屋さんいうかなんか台湾料理屋さんみたいなんかね、あの令和の虎の島屋にダメ出し食らってでしばらく休んではったんですよ。復活するんかなと思ったらもうしまやめはってでしばらくしまっとったんやけどまたラーメン屋ができてました。レッセンザレウェペンウェペンウェペンザレでね、この話したと思うんですけど、お好み焼き屋さん、老舗のお好み焼き屋さん、私が新婚時代に住んどったんですね、駒川の近くに。その時からやってはったお好み焼き屋さん、相当古いのやめはってね。ほんで、ああ、思って。ほんなら、またお好み焼き屋入ってました。だから、お好み焼き屋からお好み焼き屋ですやん。そのラーメン屋からラーメン屋ですやん。もう、居抜き中の居抜きですやん。前、金と銀っていう鶏の唐揚げ屋ね、あれも言うたかな、そのオーナーが変わってるから本物の超居抜きですやん。
ラーメン屋はね、なんかおばさんがシャッター開けてはった。オーナーかな。っていうか銀鮭うますぎや。銀鮭って何ですの。銀鮭原さん、銀鮭って何ですの。ハラスは何かわかりますわ。銀鮭、鮭の種類。その友達ね、風貌もそう、柳ジョージみたいな風貌でしたよ。だからよっぽど好きやったのかな。私にはほんま、ほんまそんな、何も感じなかった。音楽聴いてるなんて、そんな全く分かってない。ギャンブル友達やからね、生まれた。うまい、最高。ごちそうさまでした。美味しかったです。銀鮭最高。多分めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいと思う、銀鮭。っていうか何喋っとったか忘れた。はい、寝ますわ。もう歯磨いて寝ますわ。すみません、大きいほんま、思い出され、はい、すみません、失礼します。大きい、すみません。銀鮭がうまいいうのを分かってる。失礼します。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。